モデルのめるること生見愛理がメガネが最も似合う各界の著名人に贈られる第33回日本メガネベストドレッサー賞の特別賞 SDGs 部門に選出され27日東京ビッグサイトで行われた表彰式に出席した。受賞スピーチでこんなに重いトロフィーは初めて、ドキドキしています、と目を輝かせた生身。私は普段お家でメガネをかけたり学校の授業でかけているので、こんな賞をいただけるとは思っていなかったですと喜びながら、高校卒業を機会に大人なメガネに挑戦したいと思っていました。この賞を機にいろんなメガネをかけたい、写真もたくさん撮りたいなと思いますと声を弾ませた。その他、政界部門を内閣官房長官の加藤勝信氏、文化界部門をキャスターの古舘伊知郎、芸能界部門を俳優の中井貴一、女優の吉田羊、サングラス部門を俳優の滝藤方一、モデルの藤田ニコル、芸人部門を吉本メガネ選抜、銀シャリ、橋本忠、アインシュタイン、稲田直樹、相席スタート、山崎圭、三木が受賞した。